はい、こんばんは。アトピー診療所、3回目です。11月1日の放送になります。今日は、一人先生の患者さんがゲストで来てくれて、後でご紹介もしますが、後半は、僕と変わってですね、画面に出ていただこうと考えてます。ということで、パワポに入っていただけますか。はい、じゃあすぐパワポでいいですか。はい、じゃあパワポに入ります、はい。アトピー性皮膚炎と、界面活性剤というお話から入ります。前回もお話ししましたが、局所免疫イコール、感染防御バリアと、とりあえず体の中にウイルスや、抗原が入れないように、スキンバリアがあって、これだけでもう十分アトピーは改善する、本来ね。でそれを、アレルゲンを排除するために洗うっていうことがとっても危険ですよというお話、なんですが、まあ過去に何分もやってるお話なんですけども、分泌型 IgA が主役になって有害な、細菌やウイルス、カビやさらにさまざまな抗原を、中和し、同時に細菌が過剰に皮膚の表面で増えないような、動きをしているのが、感染防御バリアということです。で、皮膚の感染防御バリアについてですが、基本的にこれ皮膚の図なんですけども、汗と、皮脂、これが、皮膚膜として、感染防御バリア、さらにこの皮脂も含めてですね、感染防御バリアということです。でこれに、まあ、アレルゲンが、本来ここで、跳ね返してるバリアがあるって入らないんですが、入らないところをですね、合成洗剤で皮脂を洗うと、アレルゲンは確かに一度は取れるんですが、一緒に皮脂膜、感染防御バリアまで剥ぎ取ってしまうと。そうするとアレルゲンが皮膚の中に侵入して反応を起こすと。で合成洗剤の基本的な、界面活性剤っていうのが一番ここで機能をするんですが、分子構造的に言うと、水に溶けるお安い気 と、油に溶ける、あ、ごめんなさい、浸水気と浸油気という2つの、もので構成されてできてます。で主にはこの界面活性剤っていうのは、洗浄、乳化、分散、海洋化、4つの目的で、使用されるんですが、一番代表的な乳化を説明するとですね、本来水と油が混ざり合わないものが界面活性剤を入れることで、混ざり合ってですね、乳化してしまうと。でこの仕組みを使いながら、皮膚の表面の、主に、油脂分を汚れとしてですね取り込んで、で、ミセルっていう塊にして剥ぎ取っていくっていうようなことが界面活性剤の仕事で動きます。でこれが、合成洗剤の基本的な、汚れを落とすという仕組みになってるんですが、実はですね界面活性剤はそれだけではなくて、皮脂膜、皮脂のですね細胞、角質細胞の間にある皮脂成分も、食い込んでですね取り除いていくと、カッサカサの状態になるわけです。要はいいですかね。で、これを、これはそうなのっていうふうに思うと思いますが、実はこの働きは医療でも活用されてて、例えばタバコをやめるときに使われるニコチンパッチ、ニコチンを体の中に皮膚から吸収する、貼り薬があるんですが、それとかですね、あるいは心臓病の人たちがニトログリセリンを、昔は舌下、下に、錠剤を入れて、こう止まりそうな心臓を動かすみたいなことをやってたんですが、今はもう、貼ってですね、皮膚からニコチン、ニトログリセリンを吸収する、ものができているそうです。でこれはもう数秒で効果が出ると。
そんな効かなければですね死んじゃいますんで、そういう意味では皮膚からの吸収で、ニトログリセンが入ってですね止まりそうな心臓を数秒で動かすというようなことに、でも実はここに潰瘍剤、要は皮膚からそういうものを浸透させるために、プロピレグリコールや、合成洗剤が海面活性剤が使われているということです。でこのぐらい、皮膚に何かを吸収させるために使われると。ただですね、こういう医療品の場合は緊急処置として一時的に適量を処方して安全な許容範囲内で使用されています。であくまでも瞬間的に使うためのものとしては非常に海面活性剤はこういう医療分野でも使われているということです。で、洗うことで、海面活性剤アレルゲンをですね、感染防御バリアがなくなった皮膚に対してアレルゲンが近づくと、そこに異常な免疫反応、アトピー性皮膚炎の元を持っているとですね、そこアトピー性皮膚炎として反応するということです。で、磯部クリニックの治療はもう海面活性剤、脱海面活性剤、これが基本です。特別なお薬が出るとかではなくてですね、あくまでも対処療法としてのかゆみ止めと、それから、リバウンドとか、何でしたっけ、かゆみ止め の脱、ステロールじゃなくて何だっけ、かゆみ止めの薬なんだっけ、かゆみは痛みの前兆であるという、違う使われてて脱しなきゃいけないあの薬の名前なんだステロイドごめんなさいど忘れした、ステロイドだ、ステロイド離脱症候群とかリバウンドに対してのかゆみに対しては、に対処するだけで、基本的にイソベクリニックの治療はあくまでもスキンバリアを復活させるための、脱海面活性剤の生活指導オンリーだと言っていいですか。ですね、はい、でこれだけですということで、私たちの体に本来備わっている皮膚の感染防御バリアを復活させることが目的だということです。で、先生のところでは、シャンプーとか石鹸を、泡立つものから切り替えて、うん、さらに、洗濯石鹸まで、そういうものを切り替えると、だいたい今は早くて3ヶ月、遅くても1年ぐらいで効果が出てくるということですね。で、早々と喋ってますが、この海面活性剤っていうのは単に、皮膚の、細胞間にある脂肪脂質をですね取り除くだけではなくて、さらに侵入をして、皮膚の組織の脂肪、主に脂肪にどうも、溜まる性格があるみたいですが、そういうところにこうどんどん蓄積していくということです。でそれがある程度の許容範囲を超えるとアトピー性皮膚炎になるんじゃないかということも想定を仮定をしているっていうのかな。で、アトピーの原因自体が海面活性剤じゃないかということで今さらに研究を進めているということですね。すいません早く喋ってしまってますが、で実は体の中に海面活性剤が取り込まれてるんじゃないかという想定の中で、今新しく磯部先生が体から出る分泌液をですねからですね海面活性剤がどのぐらい含まれているかの、海面活性剤検査キットを入れられてですね検査を始められました。どうですか状況は今いやまあ見事に検出されましたね、はいはい、でこれ今3種類、あるんですが、向かって一番右側が私のもんですね、はい、ちょっと茶色っぽい方、茶色っていうかちょっと黄色みを見たようなね、はいはい、だから一番左の紫のはこれ、まあ、リバウンドを起こす前に、うん、来られた患者さん、まあ、もうリバウンド中ですね、はいはい、患者さん、うんうん、から提供していただいたもので、はい、反応させてみると確かに、
検出される、訂正ですけどね、私のに比べると数倍ですね、それから、2日ぐらい経つと真ん中ぐらいになってきてだいぶ薄らいできますけども、これを もっとあこの検査キットを使って検査始めたらまだ一事例っていうか1回、そう2回目ですけどね、でこれからまあ人検査キットで50回ぐらい検査ができるらしいんで、これをデータ集めながらですね、その体の中に溜まってしまった界面活性剤がどういう仕組みで外に出てくるのか、そうですあるいは界面活性剤自体が体の中に溜まってるということの証明になると、そうですね、いうことですね。とにかく皮膚から吸収されて、どういう形式で、排泄されていくかということ、皮膚から吸収されるということは組織間液にまず吸収されるわけですから、少なくともリンパ液に乗って全身を駆け巡るんじゃないかということが想定されるわけですね。ソフトクリームとかバターとかマーガリンにも界面活性剤が使われているんですが、食品に使われている界面活性剤と洗剤とかに使われている界面活性剤は違うちょっと種類になるんですね。そこの点はまだ詳しくは私調べてませんけども、食用に使われるものは あるのはありますね、あるのはあるし、生態の中にもやっぱり界面活性剤というのはあるんですよ。体の中にあります、呼吸器で非常によく、調べられてますけどね、呼吸器で例えば風邪をひいて痰がよく出てくると、そのお便所でも水面に、出すと非常に拡散してきますわね、ああいうのも一つの界面活性剤の作用ですから、これはですね、水質検査とか水道に使うための原水がどのぐらい汚染されているか、化学物質で汚染されているかみたいな調べるのにいろんなキットがあって、ありますね。で、その中の一つを使われて、今度は体の中から出る分泌液、多分日本で初めてなのかもしれないけど、こういうものに界面活性剤がどのぐらい含まれているか、さらに、アトピーの人と一般の人とどのぐらいその差があるかとかっていうのも、今から検査で明らかにしていこうと、それとね、今日はある患者さんがね、リバウンドを起こして非常にこう皮膚がボロボロと落ちてきますからね、それをねスピッツ 20cc ぐらい入る、試験管があるんですけどね、それにいっぱい集めてきてくださいました。もう非常に感動してね、これを抽出してその中にどれぐらいの界面活性剤が含まれているかということも検討しますしね。皮膚の細胞は皮下組織から順番にできていく、どんどんこう上に表面に押し上げられて、最後には赤になって、でこのサイクルが大体、皮膚の場合は30日ぐらいで1歳。30日と覚えててもらったらいいんじゃないですか。でよく赤ちゃんがいるときにこう朝日が入るとこう空気がキラキラキラと光るのは、どうもそうやって、皮膚から剥がれたものが空中に回ってそういう状況になるらしくて、我々の体っていうのは常に新しい細胞でその外に出す仕組みがあるみたいなので、またぜひ患者の皆さんもですね、多くのアトピー性皮膚炎に困られてる方がたくさんいるんで、そういう意味では特別予算がいるとかっていう話じゃなくて、ぜひ先生に協力してですね、いろんなこう科学的データのベースになるようなご協力をしていただけるとありがたいな。ありがたいですね。血液とか尿とか、さまざまな本当はサンプルが、しかも一人だけではなくて、100人とか200人単位のサンプルを調べて結果が出ますから、科学的データ200人やると経済的にも来ませんからね。そうですね、大体まあ50例から50例、100例の試薬はまだ、手元にありますから、
で、それで一つの結論を出したいなと思ってます。あの先生がこういうことなんで取り組まれているかというと、磯部クリニックで患者を治すことだけじゃなくて、全国の、お医者さんがですね、本当にこうアトピー患者をこう痒みから救うような、その医療 にしていくために、こういうデータはどうしても必要なもんですから、あの皆さんに納得していただくというか、お医者さんたちにもね、これは本当にドラマチックで、私自身もびっくりしてるんですけどね、はい、色も鮮やかやし、この検査キット50回できて1万5000円ぐらいでしたっけ、そんなもんですね、あの先生はあの患者さんからこの費用は取らないもんですから、あのでもそれは大変ですよね、あのちゃんとしたデータにするためにはね。でね、これ3本ともあのメスシリンダーの、刻みが違うんですよ。だからこれはもう本当にあの初期の検査でね、はいはい、今この一番左の一番濃い、のを注文してますから、うんうんうん、データが要は同じキットで統一化されるんですね。そう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 、はい、あの、ね、そういうことにも先生は取り組んでみると、うん、これは色鮮やかで本当にあのびっくりしてます。この辺が、学者らしい、学者らしいところなんですけど研究者らしいところなんですけど、いやもっと、はい、あのね、今週か来週、打ち合わせをやるんですけど、もっとその、DNA、遺伝子の中に組み込まれていく可能性があるのでね、解明活性剤、はい、それをどうやって、検出するかを今検討しとるんです。で少しずつ、まあ、理論の正しさをこうやって私なりに証明していきたいなと思ってますので、はい、ぜひとも協力してください。はい、ね、ということで、電話相談室は梶原さんに出て、あの今日のゲストに出ていただいて、まあ、30分程度、10時ぐらいまでお話をしてもらった後、アトピーの電話相談室に入ってきますので、とりあえず、まず梶川さんにご出演いただきましょう。ということで、僕は変わっていただけますか。じゃあ、はい、パワーボア戻してください、はい、すいません。ちなみにさっきの検査のあれってどういうふうにやってるんです？いやこれは、患者さんがね、うん、具体的に言ったらやっぱりシャンプーとか、はいはいはい、普通の洗濯石鹸で、はい、まあ合成洗剤で洗ってこられますわね、はいはいはい、それが皮膚から吸収されていってね、はいはいはい、体内でどういう代謝経路を得て、うん、排泄されていくかということを、うん、見とるわけですね。つまりこれはあの尿とかなんかを検査する？まあ具体的には今のところちょっと詳しくはお話できませんけども。あ、そうですか。例えばこれあのアトピーじゃない人でもやっぱりそれやると結局あの界面活性剤が出る、ね、出るでしょうね。出る。ああ、私のもなんかわずかながら出とるみたいですからね。はい、これが映ってます、映ってます。はい、ご紹介をしたいんですが、梶川さんの、基本的に自己紹介でお願いしたいんですが、お名前とアトピー歴、何歳ぐらいになって、はい、でどのぐらいで、磯部クリニックはいつ頃通い出して、はい、今どのぐらいひどい状態だったのがどうなったかっていう話を、はい、簡潔にお願いできれば。はい、梶川と申します。西尾に住んでおりまして、よろしく、よろしく、よろしくお願いしますって言われた。今年の、5月に、5月ですね、5月のですね、初旬8日に最初にかかりまして、まあ、会社行ってたんですけど、はい、とてもアトピーがひどくなっちゃってですね、うんうん、要するに今まで、過去に10年間ぐらい、ステロイドを使ってまして、ね、前の病院で処方してもらったステロイドを10年間ぐらい使ってて、まあ、それが3月ぐらいから効かないなと思って、はい、まして、ね、もう限界だなと思って5月8日に、
初めて磯部先生のところに、はい、行ったんですね。で僕のアトピー歴は、今43ですけども43年です、アトピー歴が。あ、0歳からずっと、0歳の時からアトピーやりましたので、はい、うん、ずっとひどいわけじゃないんですけども、うん、治ったり、うん、もちろん水泳もやってたりしたんで治ったり、うん、ひどくなったり、受験になったらひどくなったり、うん、就職になったらひどくなったりとか、うん、まあ、会社勤めしてからも仕事が忙しいとやっぱりこう買い替えが出るっていうような感じで、まあ、出たり入ったりっていう状況だったんですけども、うん、いや10年間ずっとあの前のお医者さんで、まあ、うまくあのコントロールしてたといいますか、ステロイド使ってたんですけども、うまくコントロールしてたんですけども、もうどうにも今年の3月から、まあ、忙しかったこともあってこう量が増えちゃったんですかね、まあ、ストレスも重なったんでしょうか、だんだん効かなくなってきて、普通だとステロイドって塗ると次の朝治ってるんですよね、はい、すごい綺麗に治ってて、うん、あれなんですけども、それがステロイド塗っても治らないということで、うん、である時ホームページで磯部先生のホームページ見まして、うん、Facebook だったかホームページだと思うんですけども、うん、洗わないで治すということが書いてあって、うん、でもちろん脱ステロイド でもうステロイドはもうやめないといけないと自分で思ってましたん でそれがもう一番びっくりしたのが安城にあったんですね僕西尾に住んでてこんな近くにそんな先生がいらっしゃるんだと思って、でも近いんですぐ行って5月4日で、まあ、ステロイドをやめながらなんですぐにもうリバウンドが来たんですね。5月の後半ぐらいにリバウンドがブワーッときまして、その時も会社行けないなと思ったんで5月の後半から会社をもう休みまして、で先生に3ヶ月の診断書書いていただきまして、そこから治療をして、だいたい週に3、4回近いんで3、4回は通ってたと思うんですけども、で一時的にそのリバウンドの時にリバウンドの時にステロイド注射は数回打ってもらいました。3回か4回ですかね、まあ、もうちょっとやってたかも、それ打たないとちょっと偉いよっていうことで、うんうん、僕もステロイドをタッチに先生のとこ行ってたんで、うん、最初は驚いたんですけど、うん、ステロイドをタッチに行ってるのにステロイド 打たれるのかなと思って、うん、まあでも結果的にそれ打たないとあのひどい、うん、リバウンドをなかなか乗り越えるのは、うん、時間かければ乗り越えれるんでしょうけども、うん、短期間に乗り越えようと思うと、うん、やっぱりそれが一番効果的だったのかなと思って、うん、でその間はその特別なお薬使うわけじゃなくてその注射と、うん、それから先生のところで出される何ですかね、ビタミン C と、うん、ビタミン C 何をのいただいたんですかね。ええ、抗アレルギー剤も抗ヒスタミン剤も一応出しましたけどね、何種類かいただいて、そういったものを飲んで、で8月の前半に復帰しました会社に、うん、なんで2ヶ月早かったですね。2ヶ月と1回ぐらいですか。もう何回かこう波があったんで、あ、波がありますね。やっぱりこうひどくなって治ってきたなと思ったらまた悪くなってっていう、こういうふうにこう波を経ながらだんだん良くなってこういくんですけど、その一番ひどかった時はやっぱりこう体液が出るというか、こう関節のもうねドロドロですね。もうここがもう、はいはいはい、ドロドロケロイドみたいな感じで、もうここがドロドロで、もそのシャツのこの繊維までが痛い、うんっていうぐらいの状態で、うん、もうはだけて、はい、もう切っちゃってここに当たらない特に僕の場合はここがひどかったんで、はい、そういったことやってまして、夏だったんですけども、ものすごい寒くて、おかんがするみたいですね。おかんがすごくて体の芯が、ね、もう寒気がものすごいんですよ、うん、なんでこう何ていうんですか、着るものは着ると痒いので裸になってこうなんかシーツとかこうくるまるっていう、でもう一日それで過ごすというような日々で、
うん、で、まあ、そんなことが2ヶ月ぐらいだったんですかね、うん、一番辛い時期が2ヶ月ぐらいあって、3ヶ月目にはやっぱり先生が言うようにだんだん良くなってきたんで、うん、まあ、先生がちょっと早いよって言われたんですけど、そうそうそう、8月にもう1ヶ月休みなさいって言われたんですけど、いやもう行ってきますっつって、なかなか会社休めないですよ、家にいるのがつまらなくてですね、その、うん、でもう会社行って、会社行きながらこう直していこうと思って、まあ、その後こう順調にこう治ってたんで、うん、よかったなと思って、でその10年前、10年間のことを言いますと、ステロイドとそれから抗ヒスタミン剤を10年間ずっと飲んでたんですね、はい、ずっと飲んでて、365日、まあ、欠かさず。飲み薬っていうか、ええ、飲み薬で2種類ありましたけど、はいはい、アレグラってやつですね、ね、よく花粉症の時にもらう、うん、アレルギー用の薬ですけども、うん、それを10年間ぐらい飲んでました。今はそれも飲まなくなりまして、はい、全くそういう飲み薬は使ってない。はい、その実際にその出す、合成洗剤をやるときにですね、家族のご協力っていうのはかなり、特に奥さんの協力がないとなかなかできないと思うんですが、その辺は家族の中で、その泡の立つものをやめていく生活にするっていうのは、どうだったんですか？それはかなり不思議な話なんで、その海面活性剤やめて直していくっていうのは、あんまり理解ができないので、もちろん先生のところに夫婦で行きまして、はいはい、で最初お話を聞いて、でこの洗剤をそこので買ってきましてですね、で今日からこれに変えますよという、はい、もう家族の合意をそこで得て、もうこれにかけないと治らないという感じ で困ったことに、まあ子供たちがよく汚すのでやっぱり使いたいんですね、泡が立った方が汚れが落ちるような気がするので、まあ、それもやめてちょうだいっていうことをお願いしてしばらく、まあ、やっぱり全くこう使わないでやりたいのでお願いしますってことで、でもう子供の衣類も泡の立たないやつ、バジャンってやつですね、はい、あれ一本にしてやってもらったんですけど、今はどんな状態ですか？もう今はですね、やっぱ首が痒くなるんですよ、はい、これここが痒くなるので、やっぱりちょっと海面活性で当たってるんじゃないかなって自分で感じるんですよね、うん、残留で、はい、というのは家で、ちょっと使ってるんですよ実は子供の、はい、やっぱりその部活で汚してくるやつをちょっと手でこう洗ったりするのに、うん、やっぱり合成洗剤使っちゃうんですね、うん、でそれすすいで洗濯機入れるってるらしいんですけど、やっぱりそれが残るとこう反応するのかなって、うん、割と自分敏感に分かるんですね。アトピーというような湿疹が出てるんですか？ちょっとかゆいぐらい、ちょっとかゆくてカサカサしてるっていうか、はいはい、そのアトピーみたいにかきむしっても寝れないとかいう状態ではなくて、ちょっと乾燥してるかなっていう感じですかね。多くの人がね、なかなかこうからずっとアトピーの人も含めてですね、そのアレルゲンをとにかく近づけないように洗いなさいと、うん、清潔にしなさいと、指導されてきてると思うんですが、うん、いろんなお医者さん でそれを洗うなって言われるとですね、まずにわかに信じられないだろうなというふうに想像するんですよ。さらに家族もですね、もうパニックだと思いますね、洗うなと、家族丸ごとですから自分だけっていうわけにはいかないんで、うん、でどうも先生のところに来る人は本当にいろんなことをやり尽くした上で治らなくって、困れに困った人がもうこれにかける気がないっていう状態でどうもかかってると、で洗わないも信じてみようみたいなところが一つあってね、やっと取り組めるっていう状況なのだろうなと思ってるんですけど、体験されてやっぱりそういう感じでしょうですか？でも先生のところ民間療法でもないし、お医者さんで、しかも京都大学の先生で、ね、京都大学のお医者さんですから、そんな信じれないってことはないんですけど、変わってるなっていうのが第一そんなこともあるのかなっていう、でもやらない手はないなっていう、そこまで追い詰められてますので、
もう症状がひどいですから、うん、やっぱり民間療法でお金がかかるっていうのは結構ハードル高いですよね、はい、そういうのはやっぱり信じるのにもちょっとこうハードル高いですけど、先生の場合はいっぺんお話聞くとすごく納得できるので、うん、先生の人柄もありますし、やっぱ親身になって、あとなんかお金かけると治るような気になってる人もいるんだけど、変な意味特別な薬も出ないし、お金もかかん、普通にお医者さんかかる程度しかかかんないから、こうこれで治るのっていうふうに多くの人が思うような気がするんですけど、その初めて来られた患者さんやなんかみんなその辺ご説明するのがまずかなり時間かかるでしょ。難しいところでしょうね。しかし一見非常にこう不合理な、今の現代生活でね、洗わないでっていうのはね、非常に受け入れがたいような、面あると思うんですけどもね、それほどはっきりした理論はないんですよ。我々の体はこの皮膚を境にしてね、外界には細菌からカビからウイルスからいっぱいおるわけです。接点でしょう、はい。目に見えたこの皮膚の、皮膚というもののもう一つ外側に、先ほどもお話になったように皮脂膜というのがあるわけですけどね、はい、それを、洗い落とすということほどね、無防備になってしまう、はい、ね、細菌感染を起こしやすくなってしまう、もうはっきりしとるわけですから、それさえやめさえすりゃ、それがアトピーの患者さんでもそれさえ回復しさえすればね、感染症も起こってこないし、かゆみもみんな抑えられてくるわけですからね、治ってくるのは当たり前なんです。これね、僕ね、もうもちろん医学の専門家でも何でもない人間からするとですよ、こんな簡単なことがなんで全国のお医者さん取り組まないのって思うんですけど、やっぱりこういろいろ調べると体の内側から治そうと、例えば免疫力を上げようと、あるいはそのゲノム遺伝子を調べようと、なんかそっちの方ばっかり言ってて、本来動物として普通の動物が、野生動物が持ってる、その、こう病気にならないための動物としての仕組みがこう無視されてるっていうのかな、っていうような印象がすごくあるんですけど、ありますね、はい、で本来そんなにその もっと自然寛解していく人たちが増える病気、要は、重篤なアトピー患者も減るし、いなくなるし、だからアトピーに仮になったとしても非常に短い時間で、こう重症化せずに治していける病気のような気がしてならないんですよ、全国の病院でこういう治療法でいけるんだ、あるいはこれが民間の知識としてちゃんと入ればですね、病院行かなくてみんな治せるんで、まあ今月の末にはね、はい、そういう典型的な人が、お見えになるわけですから、今月の末、はいはいはい、11月の末にはね、はいはい、とくとまたその人からもご意見を聞きたいですけどもね、今日というその11月の1日という日は非常に面白くて、面白いというか、なんか意味ありげでね、梶川さんはこのようにして、まあ、出ていただくし、それからね、あの方は40歳ぐらいの女性の方はね、先生もう治りましたって言って来られましたわ、はい、ああで昨日、今日はそうですし、水曜日はね、16歳の高校生はもうお母さんと一緒にこんなに綺麗になりましたって言って、でわずか4ヶ月か5ヶ月ぐらいですかね、すごく綺麗になって、今喜んで、来られたりね、まだなんか今どんどんとあれですよ、それで回復したって言って
喜んで来られる方がありますが、僕先生のお手伝いをさせてもらってね、うん、まず磯部、先生のフェイスブック作らせてもらって、個人のね、それから、磯部クリニックの、フェイスブックページを作らさせてもらって、うん、さらに、患者さんの人たちが運用するアトピーが治ったのページを梶川さんともう一人、うん、管理者になっていただいて始めたんですけど、ここがあんまり実は盛り上がらないんですよ。盛り上がってないで、ね、でこれ、ね、人口の 5% から 10% がアトピー性皮膚炎であると、数字的に。でもみんな地域の皮膚科に行くとステロイドを投薬されて、うんうん、それでステロイドでうまく安定しててうまく治っちゃう人もかなりいて、うんうん、で本当に重篤の患者さんが他の方法論で治らないだろうかと、それからステロイドを使い続けたことでステロイドがやめられない状況になって脱ステロイドを考えたときにリバウンドが怖くて何か他の方法論がないだろうかって、こう探しに探して磯部先生のところでたどり着いてる人は来てるんですけど、普通に皮膚科そこら中にあるんで普通に行きますよね。でステロイドもらって治っちゃう人もいますよね。でそういう中で盛り上がらないんだろうなっていうのと、もう一つはこう管理人としてね、こうやってみえて一応ページになってるんで誰が検索しても出てくる状態ではあるんですけど、こう本当に困りに困って何か方法論はって探さないとなかなかここにたどり着けないような気がするんですね、うん、それは確かだよね、うん、その要は脱解明活性剤で治せるっていうことがね、うん、でもう一つは治っちゃうと病気って一言じゃないですか、うん、なかなか自分の体験談をその医者でもないのにね、私がこうやって治りましたからっていう活動してくれる人もなかなか少ないんで、いつまでたってもアトピーが減らない、うん、先生の基本的なその診療治す方法、脱界面活性剤が広がっていかないのかなって思ってるんですけど、うん、こう管理人としてアトピーが治ったを約5月ぐらいからかな、5、6、7、8、9、どれぐらいですかね、もう5ヶ月ぐらいやってもらってますよね。そうですね。で、どうですか、管理人やりながら。盛り上がらないのは盛り上がらないですよね。なんかアクセスする人は まず少ないですよね。もうちょっとこうアクセスする人が増えれば、興味は持つと思うんですよ。間違いなく興味は持つと思うんですけど、あのね、今度これね、僕ねフェイスブックページで作ったのが間違いだったと思ってるんですよ、正直。今ね、グループにしなきゃいけなかったと思う、フェイスブックグループに、患者のためのグループで、やっぱり個人情報が全部ページでこう出てくっていうのは、決して患者にとってはその自分の苦しんでるところとかね、だから人がこんなに苦しんでますとか、こんな風になってますっていうのを発表するのもなかなか苦しい作業なんで、もっと本当にこう閉じられた、ある意味閉じられた、本当にアトピーで困ってる人同士が会話するようなグループにした方が実は入ってくる人は多いのかなっていう気は、うん、なんとなくし始めてきてるんですけど、外部からそこへ入る手段が問題っていうのは、うんね、なかなか集まってこない、そこに、うんうん、人が集まらないですね。そのアクセス見た人の人数もそう上がってこないっていうところがありますし、こういう放送があること基本的には、まあ、多分グループは難しいと思うんですね、うん、なんでかっていうと、グループっていうのは管理人が一人ずつこう入れていかないかん作業ですよね、うん、そうするとまずそれを探すのが大変ですよね、うん、でもともと Facebook ページっていうのは開かれたページなんで、他の人が入り込んでくる可能性があるわけです、うん、ですから、まあ、例えばこのユーストにしようって今やってるとこでも、700何人のいいねを持ってるのは何でかっていうと、一つには広告を出してるからですよね、うんうんうん、だからやはりこの、まあ、ある意味、脱ステロイドだったり脱界面活性剤とかそういうものでやっぱり広告を入れていかないと、やっぱり、一つには広がると速度が遅い感じはしますけどね、うん、僕もね広告はすべきだとは思うんだけど、アトピービジネスと同じように捉えられるのが非常に困るなっていうのと、うん、それは、もう一つは
何か物を売ったり、治療方法を提供してその利益を得る構造ではなくて、アトピー患者のためのがこういろんな情報交換をするような場所を作りたいっていうのが実はアトピーが治ったのページなんですね。でただアトピーは治るの、磯部クリニックのフェイスブックページは、もういいねが500を超えてる、状態です。で何の広告も打たずにほんの4ヶ月か5ヶ月半年ぐらいでここまで上がってきました。でほぼ毎日誰か彼がいいねを押してくれてる状態です。でこの上がり方に比べるとアトピーが治ったに参加する人は少ないんです、圧倒的に。でこの辺を、まあ、あの今後の活動の課題としては僕個人として、ね、思ってることなんですけど、あのこれで梶川さん、まあ、仕事も復帰されて、でまあもともとアトピーのが発症するその異常な、アレルギー反応を示す元は持っちゃってるんで、また多分シャンプーで髪の毛洗ったりですね、なんか髪活性剤系のものが体につくとそれなりの症状は出ると思うんですね、うん、でただ、普通の社会生活が送れる状況になった後ね、こう例えば磯部先生のこの活動とか僕らの活動を、うん、こう継続的になんか関わっていただけるのかなっていう、あのそれは関わっていきたいと思っておりますけど、あのあ僕もね、はい、この間フェイスブックに書きましたけど、はい、7、8名のグループの前でやっぱり話す機会を得まして、はい、で話したんですよ、うん、でその書いた通りどうしてそんなに画期的な治療法なのに広まってない、みんな知らないんですかって言われて、で広まっていかないんですかって言われて、もう僕もうなってしまったんですけど、うーん、なんででしょうねっつって、やっぱりその地道に応援していかないと、治った人が応援していかないと広がっていかないんですよね、やっぱりだと思うんですよ。先生が先生感触としてその自分のやってることとですね、自分の磯部クリニック聞いてくれてる人、しかも脱界面活性剤に取り組んでくれる人はこう治していくじゃないですか、うんうん、で実際に治りました、社会復帰できましたって報告までこうほぼ週のうち何人も来ていただけるような状況になりつつあるんですけど、これがねこうもっとこう日本全体に動いていくためには何が必要だと思います。いや、まだまだそれは時間と努力は不足ですよ、うん、それは先生の努力をやってる、いや、いや私先生の努力がやっぱり、やっぱり我々なんでしょうね、治った人。いや、それとね、うん、やっぱり私も自分で歯がゆく思うのはやっぱり投稿してる論文がね、もう2ヶ月過ぎたんですよ、アメリカのね、アメリカで出してる、ね、イギリスのやつ、イギリスの国際雑誌ですけどね、はい、2ヶ月過ぎて、それで、いろいろ検索をしてみるとね、やっぱり2ヶ月ぐらいはかかるみたいなことを書かれとるのもあるんですよ。これ実は日本の状況だけじゃなくて EU もアメリカも世界中で今この状況なんですよね。アトピーの人口はどんどん増え、で特に、文化的な生活を送る先進国になればなるほどアトピー率が増えているわけですから、地球上でうんと増えていて、でもどこの世界中のお医者さんに行ってもとりあえずステロイドが塗られる、処方されるっていうのが今現状なんですよね。だからこれをひっくり返そうっていうわけですから、相当大変だと思いますが、僕はやる気なんで、いやだからね、送ってやる論文もね、はい、最終的にはウィザウトステロイドですから、その辺のところでレビューアーの先生が困っておられるかもわからんなと思ったんですよ、うん、だから、もうどうしてもの時はね、やっぱり、同じようなものの考え方をしてくれる人を探してね、そこの施設を共同研究みたいな形でやるか、それから先ほどその界面活性剤の
訂正ですけどもね、訂正定量ですけども、ああいう実験をやっていたということはですね、もっと換気を促す、起爆になりたいと言って、あれを始めたんですよ。これをここで喋っていいかどうかちょっとよくわからないんですけど、うん、ある先生をご紹介して、その方のご努力でですね、ある医療協会で先生がアトピーの話をされると、うん、で広報した途端に会員の方からですね、うん、いやそれはその皮膚科学会のガイドラインとかからは外れてるから、いかがなもんかっていう、まあ、お話があって、うん、で、その時に事務局と、まあ、その先生が、中に入っていただいてですね、なんとか実施できる状況にはなると。だけど体制としてはやっぱり今その医学会、うん、あるいはこのアトピーに直接的に関わる皮膚科学会のガイドラインに沿うことが医者としての立場だから、うん、こうなかなか異論をね積極的に受け入れようという体制ができないのはよく理解できるんです。だからそういうことも含めて全国的に同じそのこのままステロイドを出して治らないと治らないのに首をひねりながらもね、なかなかこう他の考え方を取り入れられない体質みたいなものが多分お医者さんの中にあって、うん、そういうことも含めてかなり時間はかかるし、さらに強力なこうひっくり返し方をしないとひっくり返れないなっていう気はしてるんですけど、だからあれですね、ガリレオ・ガリレイがね、はい、地動説を唱えたと同じことですね。もうほとんどの人が天動説を信じとるわけですからね、それでいいんかな、はいはい、ですからそれに向かってね、へこたれる必要はないんでね。あれって最終的に死刑になったんでしたっけ。それでも地球は回るというて、そうですよね、いやまあそういうもんですよ、はい、だから一遍試験になってください。その後屍場の踏み越えて僕が走りますから。いやいや自分の主張は正しいと思えばね、それはやっぱりそこまで通さんことには意味がないと思いますが、ある意味ね、僕それこそその医大も出てなければ、うん、学会にそのど素人、うん、だからね、うん、先生の話がそのまま入ったし、うん、それからこれはおかしいなっていうふうに思えたんで、うん、でまあご協力するにはその多分僕が医学の専門家だったら積極的にね先生の支援はできなかったと思うんですよ、うん、で何よりも患者さんが支援することが最も重要だろうというふうには僕は思ってるんですね。一番してほしいのはそこですね、うん、治っていった人は、うん、やっぱり自分はこういう方法で治ったんだよということをもっと広めていただけたらなと思いますけどね、はい、これどう見てお勤めになってるところってさ、生活資料材を売ってみえるんですか。売ってますよ。売ってますよね、ええ、今度企画書持ってきますよね。まあそれは基本的にやっぱりね、本来は、より要はあるそのアトピーでも、鼻炎でもあるいは小児喘息でもこうアレルギー疾患の人も安心して使える生活商材っていうものが普通の健常者の人にとっても非常に優しい商材であるっていうことで、こう本来は展開していくべきだろうと。だから今売ってるものを批判するんではなくて、よりいいものを作り、よりいいものを消費者に提供する。だから消費者は、値段で買って、その何か起きたら企業を訴えるんではなくて、こう自己責任で買って、それは選ぶという最大の消費者の側の強みがあるわけですから、それでその、自分の体に最もいいものを選べる、販売店、選ばさせてくれる販売店、っていうのが今後重要になるだろうというふうに思ってて、でそれがその、例えばアジアの、今中国とかですね、アジアのその先進国がどんどんこう経済的にも豊かになって、文化的な生活を取り
込むことで、アトピー性患者がね、ガンガン増えてくる。増えていきますね。で、この、それを実は起こしているのは、日本の生活使用剤を中国で売ってる、輸出がどんどん増えて、企業利益が増えていく中でですね、そういうところで患者が増えるということを考えれば、当然、その、企業との連携、特に小売店との連携、で、小売店は消費者との連携を模索しながら、より良いものを提供するという仕組みになっていかないと、やっぱり世の中変わっていかないだろうと。だと思いますね。で、今ね、あの、ホテルで、あの、どうも、名鉄ホテルもやっちゃったみたいですけど、そうそう、伊勢海老とロブスター使いながら伊勢海老って出してたと。それから、その、三つ星、四つ星の有名なアメリカのホテルでしたっけ、あれ。もう、からスタートして、とうとう、この中部地区でも、名鉄ホテルがどうも、なったみたいなんですけど、正直言って企業にとって、消費者にとっても負担のかかるものを売り続けてきたこと自体が問われる時代に なりつつある。確実にそうでしょうね。だから、例えば、皮膚がまだら模様になってしまった美白剤とかですね、もう裁判で訴えられると、下手すると、株価暴落して企業潰れるかもしれないというところまでひょっとかすると行くのかもしれない。で、そういうところで企業責任はどう取っていくのか、それからリスクの少ないビジネスをどう組み上げていくのかっていうことも含めて、何を買い何を売るかっていうのはとても大きな問題になると思うんですよ。というところで流通に身を置いている梶川さんとしてはですね、その辺どうですか？懐かしいな。あの実際の商売の話、要はね、こうボランティア的な意識でいいこと語っても世の中変わらないんですよ。本当にその流通に関わっているものが人がですね、自分の仕事の中でどうしていくかなんですよ。だから生活習慣を変えるっていうのは、生活者自体が自分の生活習慣を変えなければ、それは誰かが与えてくれるものではないですから、そういう意味では流通側もそうだと思うんですよ。メーカーがこれしか作らないから、これしか売るもんないからっていう状況では変わっていかない、ということも含めて、僕は流通から離れてしまってるんで、現役流通でさらに、復活した梶川さんの立場からですね、なんかその辺、やっぱり消費者が選べるってことがね、先ほど言われたように一番大切なことなので、まあ、流通はその選択肢をやっぱり、なくしてはいけないですよね。やっぱり情報が同じようにあって、どちらを使いますかっていう流通であるのが本来の姿でしょうから、我々はまあそっち向かって努力しないといけないと思いますね。あのね、今までこう例えばこういう、便利な社会で便利な文化をですね、否定しながら、例えば環境保護とか自然保護を訴えてきた人は、どっちかっていうと企業批判とか行政批判に徹してたと思うんですね。だけどそれでは世の中変わっていかないと僕は思っている。そういう意味では大きな店舗、販売面積を持ってたくさんの品揃えをする中で、消費者が選択できる品揃えをしていくっていうのが、実はとっても、要は今言っているものを否定するのではなく、よりいいものも扱ってくれるその店舗を作っていく。で、その中で、消費者の動向によって売れ筋が変わっていくんだと思うんですね。で、そういう緩やかでさらに流通ものづくりの企業も含めて、消費者とともにこういい生活、より21世紀らしいですね、人にも環境にも優しい生活を送っていくっていう形を模索する時期に来てるんだろうなっていう気がするんですけど、それも来てますよね。来てるけど、やっぱり健康という面からはね、やっぱり医者の役割というのは非常に大きいんじゃないかなと思いますよ。本当に理にかなった説明をするとかね、理にかなったその、治療をする、その上には何が大事かって言って、いうこともやっぱり説く必要性はあると思いますが、
今後先生とに同行しながらですね、うん、いろんな大学の教授とか学長さんとか助教授さんに、うんうんね、お会いしながらですね、うん、まあ賛同者を作っていこうと、うん、その戦略を練ってはいるんですが、うん、よろしくお願いします。いや、こちらで。で、やっぱりそれぞれ役割があると思うんですよ。いっぱい人からげで僕はアトピー患者という括り方はおかしいと思うんですね。あるいは元アトピー患者、その人たちはみんなその社会的な何かの立場で、うん、その仕事の中で何らかのこう、うん、プロフェッショナルなわけですから、うん、その部分でできることを、うん、一患者でありながらもその部分でできることはやっぱり考えてくっていただけるで、ね。今日出演してくださったその梶川さんもそうですしね、はい、以前に出ていただいた鈴木さんも、うん、それから、近藤さんね、はい、それから加藤君もそうですし、うん、やっぱりみんな目覚めてくれとるわけですよ、はい、で、そういう人たちと一緒にね、はい、やっぱりこの11月の28日に、うん、講演をさせていただけるということはね、非常に大きな起爆剤というかね、はい、になると僕思うんですよ、はい、でそれに向かってやっぱり今朝も電話でお話しとったようにね、うんうん、何人かの人は、うん、もうすでに治りつつあって、うんうん、やっぱり確実にこの方法はいいということを分かってくれとるわけですから、うんうん、その人たちと一緒に会のその講演会の後ね、うん、会を持ってさらにそれを広げていくという、うん、役割分とはもちろん私先頭を切りますから、うん、はい、ね、もう具体的にですね、アトピー患者のオフ会、うん、要は直接顔を合わせてですね、うんうん、まあ飲み食いするような、うんうん、場所を作っていこうというふうに考えてます、うん、で一応今今月の28日名古屋で先生の講演があるもんですから、うん、でそれが5時までということで、うん、6時からですね、うん、名古屋の栄ぐらいで、うん、皆さんの声があれば、第1回目をセッティングしてみようかなというふうに思ってます。ただ、うん、何十人も集める必要はないんで、うん、何回かやるべきですし、うん、その人数が多ければ今度は隣の人 としか話せなくなりますし、うん、なかなか今度は先生に直接じゃあそのここに行ってお話をしたいとか聞きたいっていうこともその時間的に難しくなるんで、うん、僕は小規模な会を回数を増やすことを、うん、さらに新幹線乗ってしか来れない人たち、うん、のために例えば東京とか大阪でですね、うん、我々が出張ってってそのオフ会をやるようなことも含めて、やっていかなきゃいけないだろうなと。でこの時には会場の設営は地元の例えば東京の、うん、方が設営していただけるとありがたいし、大阪で、今度オフ会やるから来てっていう状況をしてくれると一番ありがたいなというふうには思ってるんですが、用意してっていうだけじゃなくてまず名古屋でやらないとっていうところからかなというふうに思ってるんですが、うん、私も同感です、はい、ぜひ頑張ってください。でこの情報は今、Facebook ページのアトピーが治ったに今日一応こんなことを企画してますがどうですかという呼びかけの情報を上げました。でアトピーが治るの方にもこれを上げようと考えてます。で出席できないからっていうことで書き込みしないとか、まあ、いいねだけ押してではなくてですね、僕はいけないけどどうっていうような広がり方が、うん、次僕参加するけど今回いけないからあなた行ってみたらみたいなのも含めてですね、皆さんで声をかけていただいて、まあ、3人から5人ぐらい集まれば僕は やってもいいかなっていうふうに思ってます、うん、はい、ぜひ頑張りましょう、はい、で、うん、あくまでも飲み食いした分は自己負担で、うん、という形でやらせていただければなと、うん、今のところまあ、高くても一人2000円ぐらいで済みそうなところを、うん、しかも体にいい食材を使っているようなところを一応想定してますんで、うん、一つ頑張って28日は梶川さん忙しいですか
28日何曜日でしたっけ、木曜日ですね、なかなか会社があると名古屋に6時に来いっていうのは難しいね、うん、夜ならね行けると思うんですよ、はいはい、昼はねどうかなと思ってたんですけど、うん、いや夜だけでもいいじゃないですか、夜だけとかで、まあ、あの会場があのちゃんとセッティングできればですね、あの講演会場でも二次会で声かけてですね、うん、興味がある人はご参加くださいで、そうそうそう、あ枠だけ作って、うん、声かけてもいいかなとは思ってるんですが、行きます、ぜひよろしく、はい、あのご出演されてみてどうですか、え梶川さん、あちょっとそんなに緊張しないでしょ、うまくしゃべっていいですよねすいません僕ついしゃべっちゃうんで、うん、もっとあの榊原黙れっていう状態になってくれたらありがたいんですがうまくしゃべれないですね、いやいや十分ですよ、うん、十分で、ただ、その治ったのページがね、うん、もうちょっと盛り上がるように、いやいや、だんだんと盛り上がってきますか、書き込めばいいのか、それとも黒コロで、ね、なって待ってるってもなかなかなんで難しいなと思って、今日そのわずかな間に治って、ステロイドも使わずにこんなに早く治るんですかって驚いておられた方もね、アトピーが治ったの方に書き込みますよって帰られましたわ、ああただやっぱりかゆみに対してその翌日とりあえずかゆみが治まる、あるいはすぐ治まるステロイドとですね、そういうものを使わずにスキンバリアを復活させるため の, その期間、そうそうそう、うん、さらにステロイドをやめることでのリバウンドとかっていう、そのリバウンドを超えないとなかなかその、要はステロイドを使わなくてもかゆみが出ない状況まで持っていくっていうのに時間がかかることをご理解いただかないと、なかなかこのでもリバウンドが起こっても先生は的確に必要な時に必要な量だけステロイドも使ってでもそのかゆみには対処していただけるんで、それは今回のね梶川さんの話の中でも、だとステロイドのつもりがステロイドも使うし、結局磯部先生から言われたのは脱界面活性剤が基本ですもんね、うん、だから脱ステロイドでアトピーが治るわけじゃないもんね、そうそうそう、脱、うん、ステロイドは重要だけどアトピーを治す方法論ではないんで、うん、なかなかこの辺をね理解していただくには、うん、そろそろ先生にステロイドにね、はい、なんていうかもうものすごい、ね拒否感というかね、うん、抵抗感を持っているので、うん、注射しますよって言われた時に非常にこうね、うん、もう本当打ってもらっていいのかなって一瞬思うんですよね、そうそう、何回も打つので、それも1回や2回じゃないんですね、うん、あれが3回少なくとも3回は、僕はもう6回7回ぐらい打ってると思うんですけど、うん、だけどあれ打たないともっとひどいことになっちゃうんで、今までねもう全く自分の力だけで治したっていう人は一人だけですわ、うん、もうそれは夏の暑いのに額から首からもうあっちこっち汗だらけでね、でリンパ液でもうシャツがもう巻きっきりなんとってもね、うん、いやもういいですいいですと言って通されてついに、うん、よくされた方がね、うん、ある意味ねステロイドが副作用があるっていうその風潮が一変ダーッと回ってですね、で出すステロイドを覚悟して始められる人が多い中で、ステロイドを打たれるとまた出すステロイドを覚悟してきたのに打たれるっていうのが多分すごいハードルなんですよ、思いますよ、だから、うん、その出すステロイドが重要ではなくて適切なステロイドの使い方、非常に短期でですね、で本当に強いリバウンドやなんかのかゆみに対して、対症療法としてステロイドも使うことは有用だと、で脱界面活性剤こそがスキンバリアを復活させて治すんだということをもっとこう広げなきゃいけないですね、私のところのね、家内の治療にやっぱり使いましたよ、はい、ステロイド、はい、ああ、うん、それはもうリバウンドが来て、首からね、胸にもう湿疹がいっぱいできてくるし、そこからリンパ液が流れてくるし、夜中でも痒いし、奥方は一晩の間に何回お風呂入ってるか、
わからないですけどね、入ってはなんかこう塗ったりなんかにもううるさいなっちゅうぐらいにお風呂入ってましたわ。でも今はもう何にも使わずにね、日常生活を送ってますから。でそう、僕はね、先生とあるいは梶川さんとか患者さんとともにね、うん、要は磯部式脱界面活性剤、要はアトピー性皮膚炎ガイドラインを作らなきゃいけないと思うんですよ。ちゃんと論理立てたね。でこういう時にはこういうで最初、要は皮膚科学会やいろんなところが出しているガイドラインと同じように、科学的医学的理論もちゃんと入れてですね、で、普通の人が理解できるガイドラインを作る必要があると思ってるんですよ。なかなか大変なことですな。大変なことですけどもね、うんうんうん、アトピーの繊維論を考えていくときに、やっぱり2段階で考えんとダメでして、うんうん、そうですね、うん、だから、僕は理解してるけど一般の人は理解できない、うん、理解できないと思うから してくれないとあれなんですが、うん、そこをもう少しね、僕半年かかりましたから理解するのにね、うん時間がかかってもね、うんうんうん、いいし、1にも2にも今の論文が早く受理されるとね、私も行きしやすいです、うんうん、どこ行っても喋りやすい、私こういう理論でやってますからいう、うんうん、それだけにね、やっぱ向こうもアクセプトするのは大変だろうと思いますよ、そりゃ、下手にやると、そりゃなんでこんなものをねえ、アクセプトしたんだということで出版社自身がやられるかもわからんですね。だってね、世の中全体が地球を中心にその空が回ってると思ってたところへ、うん、いやいや地べたが動いてるんだっていう実感もできない地べたが、うん、周りさらに太陽の周りを回ってるって言い始めたら、うん、それは変わってるって、その普通の人は実感できないからわかんないですよ。でそれを してるんで今磯部先生はね、その医学界も含めて、でそれは大変だと思いますが、うん、僕は梶川さんも含めて多くの患者さんが実際にその普通の生活に戻れてるっていうこと自体、うん、だから重篤なアトピー患者の人たちが最後に頼って治っているっていう事実をどこまでこう人に伝えれるか、うん、で先生がうちの患者はこうやって治ってますって言っても、それはなんか金儲けのために使われてるようにしか見えないんで、うんうん、治っちゃった人のことは喋らないと、うん、なかなか伝わらないんだろうなっていう気はしますけどね、うんうん、なら言うて梶川さんが主になってね、うん、アトピーの患者さんにいくら自分の体験談を言ってみたところが患者さんが納得するか言っても、うん、それはまた疑問ですね、うん、やっぱりね、患者さん一人一人が体験、して、やっぱりそういう人たちが増えてくることが一番大事なことじゃないかなと思いますよ、うん、そうですね、うん、だから今ね、改めてやっぱりうちで良くなった人の名簿作りを始めたんですよ、うん、でこれがね、100人なり200人なり1000人の単位になってくると、だいぶまた様子が変わってくるやろなと思いますよ。もう患者さん自体は1000人以上、もう1000人以上は言いますよね、はい、けどもそういうデータをきっちり集めてね、発表するということも大事なことじゃないかなと思います。ただ僕は、今患者さんもしくはその過去患者さんだけに背負わせるんじゃなくて、まあ、磯部先生も僕も含めてその、研究者、それから、うん、生活商材を、開発し売るメーカーにも同時に声をかけながら、うん、こう動いていく必要があるだろうと、うん、は思ってますんで、うん、はい、皆さんだけによろしくねっていう話ではなくて、まあ現実に、まあ今、まあ、僕も話を聞いてて、やっぱまず Facebook のページ自体で言うと、何がまず足りないかなというと、多分理論武装の部分はやっぱり磯部先生のやっぱり理論の部分をやっぱりそこの中に入れておかないと、例えば Facebook が治ったというページに入って、じゃあアトピーが治ったというページに入ったとしますよね。
で確かに、患者さんが治っこういう風で治りましたよ治りましたよっていうのが何人もこう出てるかもしれない。だけどこれはなんで治ったのかという部分で言うと、例えば榊原さんが、いつも作ってるこのパワーポイントのああいうものが内容としてしっかりそこの中に用意されてて、そ深い部分まで見たいと思った人はそこまで入り込めるようにして、あなるほどだから梶川さんは治ったんだ、だから誰々さんは治ったんだっていうところまで持ってこないと、まず第一に患者さんはまず第一に疑り深いと思うんですよ。なぜかっていうと今までが治ってないんですから。だからそういうとこまではやっぱり用意してあげないとやっぱ難しいかなというふうに僕は聞いてて思いましたよね。あのね、ここの部分がフェイスブックが弱いところなんですよ。要は日記ですからどんどん下に降りてっちゃうんです。そうそうそう。でフェイスブックグループはあそこあの情報上げれるんですね。グループで共有できる仕組みがあるんで。からもう一つさっきから言ってる、ガイドラインを作るっていうのがそのどっかのページとかで読める。例えば磯部クリニックのページでガイドラインがちゃんと読めて、 Facebook から磯部クリニックのページに行くとちゃんとその医学的理論がですね読めるっていうような状況で、今は、先生の著書であるアトピーが治るとか あれが唯一のベースで、さらにこれは有料でダウンロードして見るような形になってるんで、要はある意味閉じられてるんですね。でこれを公開するっていう覚悟をどっかでしなきゃいけないんだろうというふうには思う、うんうん、まあいつでもいいですよただあの今まで関わった人の問題があるし、出版社の問題もあるんで、出版社は何も言いませんから、ある意味今までとは違う、要は著書本とは違うですね、磯部クリニック式治療のガイドラインという形で作るべきだろうというふうに思います、ね。うん、ただまあ Facebook はまあ使い方がいろいろありましてね、例えば本当に記事だけの部分にジャンプさせるっていうスタイルでしたら、結局あの今だとまあタイムラインというかあのこうどん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 沈んでっちゃいますよね。あの部分と違う部分のページがあるんですね。そのノートとかいうあのページ、ああいうのを利用してそっちの方にジャンプさせるとか、いろいろな方法が Facebook の中にも用意されてるんで、そういうのを活用すればあのいろいろとできるとは思いますけどね。またぜひとも協力していただいて、はい、ね、体験談って非常にこう役に立つじゃないですか。先生のところに載ってますけど、あれもっともう増やすべきだと思うんですね。まあ、僕も書いてもいいんですけど、例えば僕やなんかなると同じぐらいの年の同じようなアトピー歴の人の体験を読むとこうすごい共感して、あこうやって治っていくんだなっていうふうに思うんですけど、例えば子供を持ってる人だと0歳とか1歳の子供がどうやって治っていくかっていうのが書いてあると非常に共感しますよね。僕らの大人が治ったのを読むよりもそういう体験談にを読んだ方が非常に親近感が湧いて、でそれ数が多ければ多いほど結構こう説得力って増すんじゃないのかなと思うんですけどね。この先生ね、1000人のか、元アトピー患者のリストを作りつつ、例えばその、治療のその体験談を集めていただいて、なかなか体験談を書いてくださいって言っても、はいはいって言われる方少ないですね。やっぱり、日頃書くという習慣がないもんで、だろうと思いますよ。これはよくお年寄りのですね、知恵みたいなのを地域で集めるときに、要は、聞きに行って文章を起こすっていう仕組みもあるんですよ。いや、おじいちゃんおばあちゃんが喋ったことを文章化する。っていうのもあるんで、例えばその何人かがね、そのリストに基づいてそのお手伝いをしながら体験談を作っていくっていうことも含めて、全部個人に丸投げしてよろしくねではなくて、そういうことも含めてやっていく必要があるのかなっていう。本に書いてあるようなデータ化するのもいいですよね。こうアンケート方式にしてて、何年のアトピー歴で何ヶ月で回復してっていうのリバウンドがどれぐらい続いたとか、それがこうデータで
そうすると平均何ヶ月で治ってる人が多いんだなっていうデータをもう一回見直すっていうのもこれ僕はアトピー患者じゃないもんですからね、そのアトピーの苦しみ自体は知らないんです。ただですね、アトピーで本当にこう家から出れなくなって引きこもりになったり、あるいは治る見込み、こう希望が持てずにですね、自殺しちゃったりですね、あるいは恋愛や結婚や出産を諦めたりっていうような人が人口の 5%10% アトピーなら必ずいるはずなんですよ。ただなかなかこう外に出ないで人とのコミュニケーションがない中で一人で苦しんでる方が多いもんですから、うんうんうん、こういう方は、うん、だからそういう人たちも含めてなるべく減らしていかなきゃいけないだろうと。で、自分はまあ重篤だったけど治った、でそれはそれでいいんですけど、同じように苦しんでてその自殺しちゃったり、あるいは結婚やその恋愛を諦めてる同じ年の同じぐらいの、同性の方がいるとかねっていうところで、こうみんながこう連携することが重要なのかなっていう気がするんですけど、なんかいろいろと問題を抱えてますね。ただここの分野になると実は医療ではないんですね、はい、まあある意味 NPO 的な活動にはなってくるんだろうというふうに思うんですけど、ただこれも含めて連携しないと、その病気は医者に任せたぞでは多分変わっていかないんだと思う。やっぱり依然としてそういうところありますからね。だから、まあ、アトピーの患者さんに限るとですね、私はやっぱり私のところへ来られた患者さんはある面では自分で言うのもおこがましいですけども、ラッキーだったなと思いますわ。だからホームページに書いてたようにね、行こうかどうしようかって迷ってたら、もうそこが一つの分岐点になるわけですから、迷わずに一度はまた相談に来ていただけたらありがたいなと思いますよ、ということで、そろそろお時間なもんですから、ぜひまた梶川さんには出ていただきたいし、何回かお願いしたいんですが、うまくしゃべれませんけど、それこそ僕のしゃべる暇がないほどしゃべってください、で、できれば僕がいなくても放送ができる状態が一番いいんですが、負荷をかけるっていう意味じゃなくて、アトピー患者でない僕がいくらしゃべってもダメなんですよ。それからもう一つは、僕は医療の専門家じゃないやつがいくら自分で資料を作ってしゃべってもですね、やっぱりダメなんですよ。でそういう意味では僕は偽物なんでいろんな意味で、でそういう意味では本物の人が出てもらいながら、こう多くの人に伝えていくっていうことが重要で、で席はいつでも開けますんで、いろんな人が座ってみんなでこういう番組をね作っていければいいなというふうに思ってるんで、それからさっき言った体験談の方ぜひ、またよろしくお願いしますということで、それぐらいならもう本当に書きます、でそれもアトピーが治るとかアトピーが治ったの方にですね、先生からではなく我々からですね、やっぱり声をかける必要もあるだろうなというふうに思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、先生なんか締めで、締めでどうぞ。映ってないもんですから僕締めていただけると。はい、今日の感想と。いや、アトピーの問題は本当に下手をすると一生に関わる問題ですから、どんなことでも結構ですから。ホームページなりフェイスブックでも何でも構いませんから、私がタッチできるようにですね、関われるように、ご質問ください、そのために適切な答えを精一杯出してみ、いきたいと思います、ね、で今日はアトピー相談室がですね、実はやるって言いながらやれずに終わってしまうんで、次週必ずやりますから、そうですね、それから、
Facebook、磯部クリニックのホームページからもですね、先生に直接メールでいろんなことをご相談いただければ、というふうに思います。ということで、はい、はい、最後にこれを書いていただいて、はい、ありがとうございました。これね、どなたか。はい、裏に書いてありますね。ニコザモさんですね。はい、見てくださる。ニコザモさん、はい、ありがとうございました。はい、そんな感じで、はい、書いていただきました。すみません、僕も書いていただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、エンディング入れます。は